こんにちは、デリッシュキッチンです。豆もやしと豚肉の照りマヨ炒めを作ります。豚こま切れ肉 200g に片栗粉大さじ1を加えて揉み込みます。ピーマン2個は縦半分に切って、種とヘタを取り横に細切りにします。ボウルに酒大さじ1、みりん大さじ2、マヨネーズ大さじ2、醤油大さじ1と2分の1を入れて混ぜましょう。サラダ油大さじ2分の1をフライパンに入れて熱し、豚肉を入れます。肉の色が変わるまで中火で炒めたら、豆もやし1袋とピーマンを加えてさっと炒めましょう。混ぜた調味料を加えて炒め合わせて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。